ローラースルー5号、ローラースルー5号、ローラースルー5号とは1974年に日本で発売された常用ガング、スケートボードを乗りやすくしたレジャー用品として考案され、開発はホンダ技研工業、製造は系列部品メーカー及び外部の自転車部品メーカー、販売はホンダの陸上向け商品を手掛けるアクトエルが言った。商品名のローラースルーは、 通り抜けるの意味を込められた造語であり、55は軽快な乗り心地、当時流行の55ダンス、5500円の本体価格、5が2つにちなんで付けられている。1976年1月1日には、対象年齢を上げた、ローラースルー557、ローラースルー557も7700円で発売された。アクトトレーディング、現本ダトレーディングがアメリカへの輸出も行い、 55は、キック、N5、557はキック N、N5 シニアの名で販売されていた。最盛期には、月産10万台のヒット商品となり、1974年の発売以来100万台が生産されたが、1976年に起こった交通事故後、社会的圧力により製造を終了した。後のキックボードと同様の車輪構成で、全二輪、5一輪の、 計算輪。プラスチックの車輪にソリッドラバータイヤを付けており、ブレーキレバーを握ると、後輪のタイヤ表面に、鉄のパッドを押し当てて制動する。自転車と似たハンドルを備えるが、フレームに固定されているので左右の体重移動のみで、進行方向を変える。デッキ後方には、バネの力で戻るペダルが付いており、これを片足で踏み、自転車同様に後輪のスプロケットを、 チェーンで駆動して進む。チェーンは便ンリー CB50 などのエンジンのカムチェーンと同じサイズ。地面を蹴って進むこともできるが、後輪は逆方向には空転しないので交代はできない。55は体重制限 45kg、おおよそ当時の中学2年生の平均、557は 60kg となっている。この2種類に構造上の大きな違いはないが、アメリカでは、 557を二輪化した KCKN5 にも、ホンダ、アメリカン、ホンダモーター CO、インク、から1980年頃に発売されている。この玩具、自転車ほどではないにせよ結構スピードが出る上に、当時は健康ブームの到来で、面白いレジャースポーツ用機器と注目されたことから、同社への、もっと上の年齢層も乗れる製品をという声もあり、 1976年には車輪を強化して全体的に一回りほど大型化した557を発売。こちらも発売前から大変な注目を集めた。当時はテレビなどで盛んにコマーシャルが流れるなどしており、ナレーションは当時のホンダ社の CM 同様にジョー達也が務めた。また当時のドラマ少年探偵団でも印象的に使われていた。後の ちびまるこちゃんにも、同製品が登場。作者である桜もも子自身の少女時代をモデルにした、主人公も欲しがってる。なお、新幹線の東京から新大阪間運賃が、当時5,510円という時代で、またテレビゲーム流行以前で子供に数千円も、するような玩具を買う機会も、滅多になかったことから、児童向けとしては、それなりに高価で憧れのおもちゃであった。 この流行当時、これらを持っていた子供らやその友達はこの玩具を庭先や公園、路地裏などで代わり番号にひたすら乗り回しりして、時間を忘れて遊ぶ様子が日本各地で見られた。また当時の流行の例に漏れず、いくつものコピー商品も発売されている。このように急速に社会に流行したローラスルーゴ5だが、日本ではこれに乗って公園や路地裏は、 なおのこと交通の多い行動で遊ぶ児童も後を絶たず、1976年の春頃にトラックに巻き込まれる交通事故が立て続きに2件発生し、報道で危険な玩具として取り沙汰され、激しいバッシングの対象となった。当時の日本における道路事情は、高度経済成長以降の安定成長期の中で、地方都市でも建設ラッシュが起こり、歩道や ガードレールもない狭い路地をダンプカーが走り回ることもまま、ことから全国的に児童の飛び出しや左折時の巻き込まれによる事故は多発していた。加えて地方都市では歩道の整備の遅れによって他の交通事故も多発、交通戦争という語が用いられていた。1975年はこのピークが少し過ぎた程度で、まだまだ地方市町村では道路の安全整備は、 当館となっており、児童が安心して、このような乗り物に乗って遊べる、児童公園のような施設整備が進むのはさらに、数年中数年後のことである。日本では1971年に、玩具業界の日本玩具協会が、玩具安全マーク制度、ST マークを、開始、社会的にも、玩具の安全性が注目され始めた時代でもあった、ため、危険を訴える報道に、 児童の保護者が反応、突然売り上げが途絶えた。当時、日本では製造物責任法、PL 法などはまだなかったため、メーカー側の開発者は、事故原因究明のために、警察で保管られていた、事故車体をチェックをすることはできなかった。この時、発売開始されたばかりの557も殺到していた、注文が途絶え、このため日本国内では少数しか出回らなかった。 突然の流行によって街に溢れたローラースルーゴ号ーゴーは当時の警察にとっても交通安全の上で見逃せない要素となっており2件目の事故発生直後に乗り物としての安全性を疑問視して品テストを行う旨を発表した警察ではローラースルーゴ号ーゴーを2週間にわたって調べたが特に構造上に問題はないと発表した しかし発表が出るまでの間にもメディア上でのバッシングは続き、ついに人気が回復することなく、注文は途絶えたままとなり、ブームは突然に収束を迎えた。この市場崩壊で発売元では販売継続を断念し、製造中止となった。この時売れ残った製品はすでに、ホンダキック、N 号として販売していた米国への輸出に振り向けられた。 当時の子供文化では大変人気があり所有することはちょっとしたステータスでもあったが関連市場を形成する前に社会的圧力によって消えたおもちゃであった。しかし丈夫で単純な構造であったことや、またこ頃は相当数が一般の家庭などに販売されたことから現在でもレストアして乗る個人も見られ、また頼み込むでは再発売を求める声も見られる。 1990年代には、フジテレビの深夜番組、一応八8で東京から金沢まで行くという企画が放送された。流行当時に発生したコピー商品は2000年代にも、キックスケーターボラーレ等の商品名で流通していた。2000年代のキックスケーターブームの折には、キック n 号に同様のペダル推進式にリンスクーターも登場しており、バンダイでも2004年に、 ゴーニスライダー、ゴーゴースライダーの商品名で発売を予告していた。アメリカでは、ブラーボスポーツ社が、パルスパフォーマンスプロダクッツ名義で2008年に、ペダル付き二輪スクーターはホンダと同じ、キック・ n 号の名で発売。日本でも2009年に、キックンゴとして発売された。アメリカで、ホンダが登録していた、キック・ n 号の商標。 登録112万4278号は1986年に失効しており、2007年にブラーボ関係者らしき人物から再申請が行われていたが、第7714万1535号2009年に未登録のまま破棄され、パルスの商品名からもキック N 号が外された。キック語の文字を含んでいた公式サイトの URL も 新しいサイトへのリダイレクトとなっている。パルスの日本上陸後、日本のキックスケーター大手、JD ジャパンも同様の製品を J スルー55の名で2009年に発売した。同社は、ローラースルー55の商標も2007年に取得している、登録5 8万3944号。なお、映画監督のつぶらや英二は、 学生時代の1919 19年に自動スケートという足踏みギアのついたミワシを考案して特許を取得し内海玩具製作所から商品化された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。